CD にかけ間違えちゃったでしょう。これはソニーのプレイステーション用の CD ロムだから、プレイステーションにかけなくちゃいけないのよ。すぐにかけ替えて。え？そんなこと言うお前は誰かですって？失礼いたしました。どうも皆さん、はじめまして。私は今回プレイステーション里見の謎の現代の少女泉と里見城のさや役の島ひろ子です。私は今沖縄タレントアカデミーというところで明日のスターを夢見る17歳です。ちょっと自慢しちゃうけど、第19回長崎歌謡祭沖縄代表で出てグランプリを取ったのよ。まあ大したことではないけどね。沖縄タレントアカデミーというところは、その名の通り今注目の沖縄にあるタレント養成スクールです。沖縄といえば海。夕方このスクールの窓を開けると、エメラルドグリーンの海を真っ赤に染めるサンセットが時を忘れさせてくれる最高なロケーションの中にあるのよ。もっとも毎日猛レッスンの連続で感傷に浸ってる間もないけどね。今沖縄出身のタレントが大勢認められてきたのは、きっとこの恵まれた大自然と優しい心で仲間を勇気づける芸能好きがいっぱいいるからじゃないのかな。でも私も頑張りますから、皆さんも応援してね。島ひろ子、絶対に覚えてよ。それからここにはマルチメディア学院っていう、明日のゲームデザイナーやクリエイターを目指す若者を育てる学校もあるんです。毎日がとても楽しくて、夢のような南の楽園にある学校よ。ぜひ沖縄に来た時は覗いてくださいね。ゲームを愛するあなただったら、みんなで大歓迎よ。あらあら、こんなおしゃべりより私の歌を聴いてください。里見の謎の挿入曲、流星のティアラ、ゲームバージョンでお届けします。
でしょ。この曲を録音した時とっても大変だったのよ。この流星のティアラはテンポのいい曲だからリズムを大切にして一生懸命歌ったんだけど、気持ちとリズムが追いついていかなくて、自分では完璧なつもりだったけどやっぱりダメで、何度も何度もやり直してやっとリズムをつかむことができたの。レコーディングっていうのは本当に大変だなって実感させられました。だけど曲を聴いてわかる通り、とっても楽しくレコーディングできたわ。それではもう一曲、これもゲームバージョンで、時を超えた恋人たち、聴いてください。遥かな銀河の時の中、あなたに I just fall in love。しまったわね。あとはプレイステーション里見の謎の方でお待ちしてますわ。島ひろこ、絶対覚えてよ。それではまたお会いできる日を楽しみに。